こんにちは。鍵を作りました。今日はこの一般的な鍵の内部構造を見てみましょう。ドアを消します。まずどうすれば鍵が開くのかというと、ここが回ればいいんですね。ここが回れば、その先の仕組みが稼働して、アンロックできます。ではなぜ、こんなデコボコした鍵を刺さなければ回らないのか、中を見てみましょう。基本的には、内部はこんな風になっています。中のピンが引っかかることで、回らない感じですね。このピンは色が変わっている場所で、2つに分かれています。そしてピンは、上からバネで押さえつけられています。それでは鍵を刺して動きを見てみましょう。はい、気持ちいい。つまり、ピンの分かれ目が綺麗に揃えば OK ということで、そのパターンに合った鍵のみ開けることができるということですね。鍵の側面の溝にも意味があり、側面にもいっぱい穴が開いてるような鍵は、いろんな方向からピンが出ていたりしますね。では、マスターキーはどういう仕組みなのでしょうか。赤のマスターキーを作りました。青とは形状が違います。とりあえずマスターキーを刺してみます。どうでしょうか。ピンの分かれ目が合っていないので、これでは回りませんね。無理やり回してはいけませんよ。では、どうすればマスターキーで開けることができるようになるのか。ピンに工夫を入れます。ピンの切れ目を増やし、3つに分かれるようにしました。これでマスターキーを刺すと、うまく切れ目が揃いましたね。もちろん元の鍵でもうまくいきます。赤と青では切れ目の重なる場所が違いますね。こうした方がわかりやすいかな。面白い、というか、綺麗に揃うとこが気持ちいいですよね。ピンのちょっとした工夫で鍵が動作していることがわかりました。こういう感じの、言われてみれば確かにどうなってんの？系 YouTuber をしていますので、チャンネル登録して、友達に自慢してね。